はい、どうも。 YouTube の動画を開いた時に広告が大量に貼ってあったら、とりあえず一回ブラウザバックしてしまう最低マンです。今日もね、スカイウォードソードやっていきたいと思います。皆さん今日もご視聴本当にありがとうございます。なんかね、広告 3,4 個だったらいいんですけど、5,6 個とか7個とか20分の動画にブワー貼ってる時とかね、一回ブラウザバックしちゃいますね、あれね。はい、ということで、前回のパートでね、あの空の塔が終わって、ギラヒムがゼルダ姫をねさらっていっちゃったんですけども、その後おおみたいなところで、終わりました。で、今回なんですが、その後を追う前にちょっとこの雷竜様のね試練をちょっと遊んでいこうかなと思います。ハートの量がね、ちょっと若干あれ不安ではあるんですけれども、ハイリアの盾がもらえるという情報を仕入れておりますので、行きたいと思います。よう、サイテイマンさん、本当に来やがったな。嬉しいね。それじゃあちょっと面白いことでもやろうじゃねえか。と言ってもおめえさんは勇者様だ。のんびりとあらたと遊んでる暇はねえ。そこでだ、おめえさんが今まで経験した様々な困難をおさらいしてみるってのはどうだ。古きを訪ねて新しきを知る、温故知新ってやつよ。きっと役に立つ。やってみるか。まあそのつもりですよ。さすが勇者様だ。そう来なくっちゃな。それじゃあちょっとおめえさんの過去の体験を覗かせてもらうぜ。さすがにいろいろすげえことをやってきてやがるな。中でも強い魔物とのバトルやサイレンってやつには手こずったみてえだ。バトルやサイレンってやつには手こずったみてえだ。それならこの2つをおさらいしようじゃねえか。好きな方を選びな。あー、バトルってのが多分ボス戦だわ。ボス戦ったことのあるボスと戦える。でサイレンっていうのが試練だ。じゃあどうしようかな。バトルやってみる。バトルやってみますか。バトルをやろうってば、いい根性してるじゃねえか。バトルってのはおめえさんが今まで戦った中でもとびっきり強いやつばかりを選んで、そいつともう一度戦えるよう俺っちの力で戦いを再現するってわけよ。勝てたらご褒美をくれてやる。べらぼうに強い盾だぜと。遊びとはいえ真剣勝負だ。もし負けたらそれっきりおめえさんは帰ってこられねえ。帰ってこられねえ。グリードアイランドですね、まるでね。どうだい、それでもやるかい。おうよってなってますよ、リンクが。リンクがまさかのおうよっていう。それでこそ勇者様だ。じゃあまずはおめえさんが冒険を始めてからいつ頃に戦った敵とバトルしたいか選んでくれ。あー、敵選べるんだな。じゃあまあとりあえず間取って真ん中くらいにしてみます。真ん中くらいだな。それならこいつらなら強そうだぜ。あー、大ローマ、ギラヒム、大ダゴス、封印されし者。あー、選んで倒していけるってことですね。ギラヒムにしてみる。ギラヒム僕苦手なんで。行きましょう。イニシエの大祭典にいたやつか。いけすかねえ野郎だな。いけすかねえ野郎だな。こいつも嫌ってたんだ、雷竜も。じゃあ倒してくれ、俺の代わりに。言い忘れるところだったぜ。お前さんの持ってるアイテムだが、当時使えるものだけにさせてもらうぜと。はいはい。ギラヒムがね、苦手なんで、一番最初に倒しておこうっていうことで選びました。おうって言ってますよ、リンクが。行きましょう。ギラヒムがね、僕大嫌いなんで、多分一番苦手だと思うんで、ボス戦。封印されし者も嫌いですけど、なので最初に倒しておこうってことです。特にこのイニシエの大祭典のやつは大嫌いなんでね。とりあえず剣を、いた。剣を揺さぶって攻撃するっていうのが基本ですね。はい。ちょっと一発もらっちゃったのが余計だったな、なんか。よし。とりあえず周りの飛んでるやつを叩き落とす。OK。で、確実。そう。こうして。あーっと、マジかよ。マジかよ。結構リモコン操作シビアなんですよね、これ。結構シビアなんですよ。はじく。はじく。はじく。結構シビアなんだよな、これ。いやー、もう俺ちゃんと切ってんのにな。判定がシビアなんですよね。だから嫌いなんですよ。よし、剣か。ここからは剣ですね。
だからこいつ苦手なんですね、一番。判定めちゃくちゃシビアじゃないですか。横からとか、縦からとか。この辺は余裕です。この辺も余裕です。ちょっと嫌だな。かわしていく。かわせないでいく。これかわしていく。さあどうだ。あーもうこれ、睨み合いでこれ、突発的な奇襲なんで防げない。よし、撃ってくるので。あー今のはちょっとチャンスだったんですけど、今の防いで、これも回避、これも回避。あれは縦と横がありますね。横バージョンと縦バージョンがあります。間に合わないですね。これを襲ってくるので回避、完璧。もうちょい切りつけたいな。横か、避ける。縦は横回避、これも横回避。これは普通に避ける。ランク G からの反撃。OK、倒していく。剣の威力がマスターソードになってるんで、イニシーの大祭典で戦った時より簡単に倒せましたね。見事だったぜ、さすが勇者様だ。今回ギラフミにかかった時間は2分41秒だな。こいつをやったのは初めてだな。それじゃご祝儀を弾んでやろう。50ルッピーくれるんですね。で、こういう、このご祝儀がハイリアの盾になってくってことだ。連戦重ねるごとに。続けて勝つためにご褒美いいものやるぜ。ベラボーに強い盾なんてのもあるぜ。どうだ、と続けたくなっただ。失敗したらそれっきりだ。ハートも盾もそのまんまだぜ。だからちょっと食らった状態で始めないといけないってことですね。やりましょう。ちょっと食らった状態で次の戦いに行かないといけないから。だから徐々に食らっていくんだわ。適当に順番決めてやるぜ。最初だけ選べるんですね、じゃあ。あとはこいつが適当に順番選んでいくと。誰だ？誰が来る？あー、封印されし者か。封印されし者か。バドがいないところを見ると、第2形態かな。2回目の封印されし者、もしくは1回目の封印されし者かなと。バドのあの標準がないでしょ。3回目のやつだったらバドが砲撃できるはずなんですよ。片足をまずは潰すことが重要です。はい、これ食らっていくの勘弁だな。あ、乗るってことは2回目ですね、多分。バドいないんだったらヤバくないか、これ。あ、バドいる。バドもなんかこの異空間に飛ばされたってことですね、つまり。なんか平和に暮らしてたのに、バドからしたらいきなり呼び出されて、どんな瞬間に飛ばされるっていう。で、叩き落とす。これ多分落ちてくるんで。あ、ハート落ちてんじゃん。ハート落ちてんじゃん。これ倒れますよ、こいつ。封印されしまう。こいつ一応ハート補充できますね。こいつでちょっとさっきのギラヒムで食らった分回復しましょう。できれば満タンの状態で次の戦い行きたいですね。回り込んでいき、バドの砲撃一撃打ち込みましょう。ここで片足をまずは潰す。で、動きを遅くする。これが重要かなと。ハートか、ハート取っておく。よし、おっと、片足潰したんで動きが遅くなってますね。こうなったらもう楽です。バドの砲撃がなかったんで。できれば回復したいな。ハード出してほしいな、できれば。このあとまだ何戦やるか分かんないですからね。何回戦わせるか分かんないんで、このあとできれば回復したい。全開の状態で臨みたいですね、今後。
回り込んで終わりか。いや、もうちょっと回復したかったですね、本音言うと。まだこの後強いやつ残ってるんでね、大ローマとか。違う、これで反対側に。これ結構ギリギリですね。これ攻撃できない時あるんですよね、これ時間なくて蘇っちゃって。はい、終わりました。3分39秒か。これ今回の時間全員倒そうと思ったら 4,50 分ぐらいになってます、多分。よし。ただまあこのボス総集編みたいなのも、まあノーカットでお見せしても楽しいぐらいだろう。もしかしたらカット挟んでる可能性があるんですが、あまりにも動画時間が長いとね。あと何戦ぐらいやればいいんかな。結構残ってるよね、まだ倒してないやつ。3分39秒と。さあ次もランダムですね。いいお金儲けにはなってるんですけど、次は100ルピーだとやります。一番強いギラヒム倒してるんでね、あと7勝で全部やっつけたことになるな。ハイディアの盾が何勝目でもらえるかってことです。もうハイディアの盾手に入れたらもう撤退しようかなと思ってます。全部倒さないといけないとかだったら、またかい。こいつもまた同じことの繰り返しだと思うので、こいつ戦はちょっとカットします。あ、弱いじゃん、一撃だ。はい、こいつ腕がないので横をすり抜けるのも簡単なんですね。このもうちょっと可愛いですけど、この腕ないバージョンが一番。これ横にすり抜けることもできるんで、そこもちょっと楽になってますね。はい、これで終わりと。はい、終わりました。手のないこいつが一番可愛いかもしれないですね。なんか手生えたり尻尾生えたりって、なんかあんまり可愛くなかったけど、こいつは確かに可愛いですね。なんかちょっと不自由な感じが。ってことは、あと今3勝したから、あと6匹いるんか。ハイディアの盾がどのタイミングかってことですね。全部倒した後にハイディアの盾とかだったら、ちょっと骨が折れるんですけど、あと強敵で残ってるとすれば、なんか髪長いやついたじゃないですか。ロン毛のイカのやつみたいな。あいつがちょっと嫌ですね。あいつとはできれば戦いたくない。ご祝儀を弾んでやら。さあ次誰だ。次はハートのかけらになるぜと。まあ当然続けます。さあ誰がいる、誰だろうな。ギラヒム、あ、ギラヒムか。こいつは1戦目のギラヒムですね。こいつは大したことないっす。こいつはぶっちゃけ大したことないっす。瞬殺します。こいつ剣奪った後のカウンター方法がないんですよね。だからまあ剣かで、マスターソードになってるから、こいつ当然耐えれないと思うんですよ、俺の攻撃を。これね、これ避けていく。これハート回復できるのもったいないですね。周りハート回復できるじゃないですか。ちょっともったいないですね、これ。はい、終わりました。まあ、じゃあハート全開ですね。ちなみに見事な戦いぶりだったなと。まあ、とりあえず4戦目もクリアですね。問題がね、あのイカみたいなやつ、あいつだけ、あいつは出てこないでほしい、できれば。次が300ルピーと。まだやります。ぶっちゃけ300ルピーよりハートのかけらの方がいいような気がしますけどね。さあ次は誰だ。封印されし者だったらさ、ああこいつか。こいつは確か爆弾だったよな。戦い方忘れた。戦い方忘れた。爆弾食わすんかな。ヒロフクしたから見つけた。離れる。なるほど、さっき一発食らったの何気に後々王を引いてくるかもしれないですね。来てる、まだ来てるな。呼んでいる
胸のどこか奥で。吸収するんで爆弾投げて食わせて突出したところをでまた離れて爆弾を抜かされていく。これは食らわないでいく。イージーだな。今のダメージ与えれないんだったら倒せないぞ俺を。今のダメージ俺に与えれないんだったら倒せないぞ。やっかやっかい。あ、こんなことできるんかこいつ。あ、こいつこんなことできるんか。やるじゃない。これ下くぐれるんだよ。下くぐれるんだよな。でこの後回転してくるけどここで回避できるんだよな。今思うとこいつ弱かったんだな。ただ回避するのは大したこと。食べさせて。ちょっと食らいすぎたな。こんなやつに。はい、終わりました。ただ若干食らいすぎたかなと思います。ちょっと食らいすぎだ。次回復できるやつとか来ないとやばいかもしんないですね。今6勝したからあと何勝だ。もうそろそろハイエナ盾の報酬が来てもおかしくないんですけどね。盾取ったらとりあえず OK にしましょう。その後何が待ってるのか分かんないですけど、報酬が。見事な戦いぶりだったなと。次。さあ次は誰でしょうか。珍しいお宝って言ってますね。まあ当然続けます。あと4勝で全部やっつけたことになるなと。これあと4勝やらないといけないんかな。ああ、こいつか。こいつはね、どうやって倒すんだっけね。確かあれを使うんだったと思います。砂のやつか。なんか、魔法の杖だっけ。あれを使うんだったと思います。倒していく。距離取っていればこいつ攻撃してこないでしょ。まずでかい方から先に倒しましょう。よし。結構耐えるね。マスターソードなんですけどね、俺の持ってる剣。好きか。好きだ。やるな。やるというか、倒し方が分かんない。覚えてないんですよね、こいつの倒し方。あ、いいか。開いた空気。こいつは常に移動していれば攻撃範囲に入らないですね。スキル。まずい。まずい。危ない。まだこの後はあることを考えると食らえないぞ変に。あとは本体のみ。本体は月かな。で魔法の杖を駆使していく。さあどこにいる。確かこの地中から出てくるやつ倒したらハート回復だったと思うんで。配置されるんでまた地中掘ると。させて、はい、終わりました。ノーダメ、いや一発食らったか。ただ俺が嫌がってるあいつは出てこないこと。イカのやつ、あいつちょっとね今のハートで倒せるかどうかも際どいんですよね。あとなんだっけ、ナリシャ様だっけ、あいつも嫌だな。見事な戦いぶりだったな。今回モルドガットにかかった時間は2分17秒と。さあ、あと何回やればいいんだ。
珍しいお宝だがって言ってるけど、これ多分ハイリアの盾じゃないと思うんですよ。盾だったら盾って言うから、ここやめてもしょうがないんで続けます。500ルーピーですね。次7戦目で500ルーピー。さあ次誰だ。ちょっと楽なやつ頼むわ。うわ来た。もうこいつ大嫌いなんだよ。こいつが嫌だったんすよ。こいつが嫌だったんすよ一番。いやー嫌だなこいつ。めっちゃ強かったですよねこいつって。ベラボーに強かったですもんね。ここは剣で切り裂いていく。こいつ一番強敵だったんですよね。なんか機械維持みたいなやつも強いですけど、出てきたな。ここからは弓矢ですね。とりあえず切り裂いて接近して、あんま食らえない。敵のリズムに乗るとまずいんで、とりあえず前髪から倒していき、こいつもなんだかんだ言って、僕のリスナーさんに結構人気だったんですよね。かわいいでなってたんですよね、コメント欄が。あ、いた。もうこうなるとやばい。リズム乗るとやばいぞこいつ。強いぞ。リズム乗らせるとやばい。くそ、まずまずまず、落ち着け落ち着け。一旦距離取る。よし、距離取る。弓矢だ。これ以上は食らえない。これ以上はマジ食らえない。ああ、もうそうなるんだよ。悠長にやるとそうなるんだよ。オッケー、オッケー。まだあるんか。やっぱぶっちぎり強いなこいつ。まだあるな。一本。そう。そう。いやー取られてないって今の。一旦ちょい取る。くそ、まずい。これでクラウドにいか。4本5本。まだあるでしょこいつ。第2形態が確かあったんですよね。いやもうここでこいつと遭遇しちゃうのもちょっと運が悪いですよね。第2形態あるんですよ。ここが強いんですよね。回復したい。できれば回復がない。ここは確か大量の敵が襲ってきたと思います。
なんか長引かせずに倒しきりたいですね。マスターソードになってるから、ライフワンチャン、ワンターンで終わるんだよ。あったあった、こんなんやってきたわこいつら。いや、こいつらこんなんやってきたな。ハート出すな、でも一応こいつら。ハート一応出すな。回復できるぞ。ただ。なるほど。回復乱獲できるわ。下手したら。若干回復しましたね。もうちょっと回復したかったんですけど。はい、終わりました。もうちょっと回復したかったな。でも周りのもう触手がなかったですからね。よし、強敵倒しました。一番厄介だなと思ってたやつ倒しましたね。あと残ってんのが封印されし者の3回目と、あと機械仕掛けのやつだけかな。こいつをやったのは初めてだなと。さあ次の報酬は、あ、次です。次がベラボーに強い盾になります。次クリアすると盾が手に入りますね。ただハートも若干食らってるんで、あと2勝ってことは封印されし者か、あの機械のやつのどっちかですね。できれば機械のやつの方がいいですね。あ、こいつか。オッケーオッケーオッケー。こいつの方が楽です。こいつは確か無知で関節部分を外すんだったと思います。だったよね、確か。で、関節部分に引っ掛けて壊すんですね。こいつの方がいいって言ったのは、周りの柱みたいなところからハートが出てくるんですよ、こいつは。だからこいつの方がいいんです。かわして、はい、うん、周りの柱を破壊してくれる形態が、でもまだか、斧を振り回してからか。ここは回避。あー、回避できないで、行くが大したダメージではない。で、こいつ下半身出てくるんで、まだか、まだだ。いや、出てきますね。ここからが本番です。とりあえずまず周りの柱を破壊させて、ハートを回復させましょう。そこからですね。まずはハート回復。剣振りますと思うんでね。いや、当たった今の。当たったというか。こいつの攻撃、思いのほか範囲が広い。思いのほか範囲が広い。で、剣が震えるようになったと。よし。回復したいんで、破壊させます。状態のこいつは確か突進してくるんだっけ。あ、足か、足落とすんだ。そうだそうだ。
もうちょっとです。で、さっきと同じことを繰り返せばいい。ただ若干動きが速くなってるんで、敵の。これだけちょっと注意かなと。あと柱は3本あるんで、これも回復として使います。攻撃誘うか。こいつがハート出してくれるんだったら楽なんですけどね。はい、はい、と剣手に入るんで剣使います。次ハート出たんでハート取りに行くか。いや当たっちゃうんか今の。で、ハートには余裕がある。思いのほかハートには余裕がある。落ち着けよ、落ち着け。俺距離取って、これ最後なんだよ。ダウンするんで、はい、終わりました。これで盾が手に入りますね。あと倒してないのは封印されし者だけかな。封印されし者だけ倒してないんでですね。他なんかもう一匹ぐらいいたような気がするんですけど、まあとりあえずこれで盾を入手しました。結構過酷な戦いでしたね。見事な戦いっぷりだったな。今回大ローマにかかった時間8分26秒だ。こいつやったのは初めてだな。さあさっさとハイラルの盾を受け取ろうか。2000ルピーよりベラボーに強い盾の方がいいのでやらないです。そうか、まあここで無理してもしょうがねえ。死んで花見が咲くわけでもねえ。よく頑張った。それじゃあ約束通りこいつをくれてやら。はい、ハイリアの盾を手に入れました。勇者の力がみなぎる伝説の盾、どんな攻撃でも壊れない。アズカリアに預けたと。はい、あとでアズカリアにハイリアの盾を受け取りに行って、次回ね、ギラヒム戦、行きたいなと思います。次回おそらく最終回になるんじゃないかなと思うんですけれども、また次回をお楽しみに。あとはスカイボードソードが終わってもね、ライブ配信とか夏休みに、やっていきますので、そちらもまたお楽しみに。なんかゼルダもやるかもしれないですね。ということで、また次回をお楽しみに。サイテンマンでした。ありがとうございました。